こんにちは、ゆうです。ファザーのお時間です。はい、今日誕生日おめでとうございます。はい、今日も久しぶり。久しぶりじゃないか。そう、結構土日は生放送できればなと思ってますんで、はい、ちょっと芝居沼のお休みがちになりがちなんですけど、はい、今日も限りサバカ芝居沼でやっていこうと思います。はい、そうか、今日の撮影日時点6月24日月曜日なんですけど、午前中9時から始めた、ちょっとガチャ更新配信、ガチャ更新待機配信、ガチャ更新配信を待機してどうするんで、お付き合いください。ありがとうございました。あ、平日のね、1週間始め月曜日のね、朝9時から、12時前ぐらいまでですかね、なんか、いろいろね、ちょっと喋ったり、なんかガチャ引いたり、ダンジョンやったりとかしてね、はい、僕もちょっと楽しかったです。結構僕自分でガチャ引くよりなんかこれ出ましたとか結構引く聞こう聞きするのも楽しくて、本当にね、なんかこれからもね、可能な限り、続けていければなと思っておりますんで、よろしくお願いします。なるべく早めにね、告知しますんで、もしよろしければ、X の方で、あ、やります、ポロッと言ったりするんで、フォローしていただけると嬉しいです。はい、それではね、今日から来ておりますね、こちら、まあ、ガチャ更新待機配信してたぐらいなんですけど、ウルトラシリーズコラボガチャでございますね、こちら、はい。もうね、なんか、結構蓋開けてみればね、コロシアムしかまだ僕、ウルトラマンキャラ使ってないんですけど、なんかその3体付与されたことによって、上限解放すればすごくその火力ソースになるっていうね、はい、使ってみてちょっとなんかいいなぁとちょっと思いましたね。はい。で、一応称号チャレンジすべて終わらせまして、殺しも3枚はね、ちょっとまだ終わってないんですけど、はい。石回収可能な限りしてきたのと、この無料ガチャも全部ゲットしてきたので、はい。それではね、まあ週の初めですからね、サクッと、ウルトラマンガチャ、引いていきたいと思います。はい、こちらですね。ちょっとさっき、メール整理しておきました。あと、ちょっとね、さっきはちょっと軽く寝てたら目パンパンで、はい、ちょっとね、なんか、ま、目パンパンなんですけど、はい、同じことを2回言いましたね。大事なことなんで、はい。それではね、ウルトラマンガチャ。これはログインスタンプか。まずログインスタンプから引いていきましょうか。はい。それでは、最高。ダイヤ全然 OK です。はい。金玉は、あんまり用事ない。おー、新キャラが全然用事ある。これなんていうんやろ、僕、ウルトラマンほんまティガーしかわかんなくて、多分ここもね、編集でティガーの BGM 流れてると思うんですけど、一旦のダメージ 85% 剣地味攻撃3倍。火水回復結構推しですよね、なんかウルトラマンコラボガチャ。これって結構なんかもう今後出てくるんですかね、火水光とかが出てくるんですかね。そんな感じですけど、ちょっとなんか、適度に引いといてもいいのかなとか思ってたりもするんですけどね、僕うっすら。はい。それでは、こちらがクリア報酬。1のね、報酬6以上確定ガチャですね、こちら。それでは、サクッと。いきます。さあ。はい、これダイヤ確定やからいいね。あ、ダイナー持ってるんですよ。かぶってる。ほら、みたいね。はい。ただ、武器がね、リーフクラッシャー結構優秀になって、たんで、まあ、遅延とね、よく言えばチーム HP が欲しいんですけど、スキブ2個と、耐性と指と、まあ、ないよりは、あった方がいいですからね。しかも、最悪、弾になりますからね。これもね、火水、光回復なんですよね。なんか、本当に、何なんでしょうね、これ。で、こちらが新しいスキルか、進化かな。いや、どうなんでしょう。これがちょっとね、なんか、今後とも持っといたらよかったってなりそうな気がして、ちょっと、気が気でなくて、夜しか眠れない。いや、夜寝てないですけどね。朝寝ます。はい。それでは、クリア報酬、ウルトラマンガチャ、報酬6。こっちが2ですね。はい。今回新しい方。それでは、最高。はい、こちらのダイエットって、コスモスですね。はい。僕、ティガーとコスモスだけ見てたんですよね。杉浦太陽さんがね、やってはったんで、辻ちゃんの、元モーニング娘。の辻ちゃんの旦那さんですね。杉浦太陽さん。はい。これはね、結構、
光を水に回復。これはなんかちょっと黒飛びのバグにちょっとワンチャン入らんこともないんかな。あ、そうか、テンスラの枠に入らんくもないんか。僕なんちゃってミリムパー含めるんですけど、ミリムリリリムミルムどっちだったっけ。ありかこれ。の活気せない場合の覚醒後解除枠とかと。あー、でもヘイストに最初使えることもないですね。あの、しかも無効貫通枠として使えるんで、まあ武器がちょっと待って、あ、武器もあれか、チーム HP3 つで封印。あー、はいはいはい、なるほど。それではもうサクッと終わりましょうか。もうね、あの、せっかくなんでね、これもう祭りなんで、ガチャは。あの、魔法石7個、せっかくね、追加された。星6以上、ウルトラマン確定ガチャ。ウルトラマン、え？星6以上、ウルトラマンガチャか。こちら、はい、引いていきたいと思います。あ、ユーザー情報ね。ユーザー情報。購入履歴、無料配布。なんかちょっと、今ちょっと、一気に英語で言おうと思ったんですけど、英語になった。11個です。それでは、もう7個突っ込みますわ、これで。もうね、はい。いきますよ、ウルトラマン。新キャラ。カモン！おーおーおー、ガチャとは違うんや、これ。そうなんや。それでは、どなたが、ウルトラマン来てくれるんでしょうか。それでは、今回、魔法石7個で来てくださる、柴犬丸に来てくださるウルトラマンは、この方、噛むし、滑るし。ということでね、はい。お、固まった。お、オーブが欲しい、オーブが欲しい、オーブが欲しい。ちょっと、どちら様。くせかえ、うっそ。ごめんなさい、どちら様って言ってごめんなさい。マジか。ウルトラマンアーク、ウルトラアーク。地味からのスキル、見てあったもん全部の強化、ウルトラアーク。シンクロ覚醒もあって、あ、マジか。全然インターナルのダメージ吸収、ダブル吸収無効で無効貫通で、光5個以上つなげて消すと、マジか。これやったらあれかな、電源交換した方がいいんかな。どうしようかな、これ悩むって。ちょ、まあ嬉しい、悩むですね。 T 字も L 字も十字もついてるし、最近なんか素で十字持ってるキャラとか結構重要なんで、 T 字消しとかあと結構最近好きなんで、あーまずいか。外属性の全パラメータ、待って、外属性の全パラメータは2倍。いや、マジかで、ちょっと捨てみようかな。はい、こんな感じですね。捨てが、あ、結構高いんですね。まあ、控えめですけど、でも3タイプありますからね、その代わり。で、自分の攻撃力2倍するから。おー、ちょっとこれは、あれか、電撃のキャラと組み合わせたらいい感じになりそうですね。それではちょっと交換所、あ、これ、結果見ていきましょうって、いつも流れから、もう見ちゃってるんで、交換所見ていきましょう。こちらですね、普通の通常のウルトラマンの交換所はこんな感じなんですけど、結構ね、黒メダル。これは確認したところ、HP がね、1万3000ぐらいやったかな。そんなにいかなかったかな。それぐらいだったんですよね。1万1000か。何もアシストつけてない状態で全パラ強化つけてたら。で、ただ本当にこの、結構昨今このね、パズラ運営さんの T 字消し推しなんで、ガンホさん T 字消し推してはるんで今。で、T はね、ちょっともう先駆けて持っといても損でもないんじゃないかなと、ちょっと思ってるんですよ。んで、このスキルが3ターンで、デバフを返せるっていうので、しかも光、5個ずつ確定生成。これ結構ね、多分リーダーフレンドで使うことはまあ趣味だと思うんですけど、まあそれも趣味も一つの楽しみ方なんですけど、なんかありそうでちょっとねって気になると思うんですよね。まあ集会の方はね、こちらは交換、集会メインの方はゼットンはまあ交換された方が、まあ賢明かなと思うんですけど、はい。あとはそうですね。もうメダル、こちらの僕、前回交換し忘れてたんで、はい。もう交換したいと思います。はい。
はい、それではこちら。あ、それでこれでね、僕なんか知らんけどね、ウルトラマンなんか弾きまくってたんですよね。弾きまくってて、多分ね、トリガーダークが欲しくて弾きまくってたんで、結構弾あるんですよね、実は。で、これ、交換とかも結構できちゃったりするんで。で、今の色的にあれでしょ？これでしょ？で、今後なんか離脱編とか出てきたら、これは、ありなんですかね、どうなんですかね、ぜひぜひコメント。あ、ちょ、ほんまや。あ、これで組み合わせれるんか。あー、シード1つ高い。確か。まさにちょっとなんか結構僕のリアクション多めのちょっとガチャ動画だったんですけど。それで、もしね、よかったらね、なんかね、ちょっとこの、今回の結果で、ね、これ交換しておいた方がいいよとかいうキャラいらっしゃったら、電撃とかでもいいんで、まあ、おそらくなんか、俺は交換すると思うんですけど、ウルトラマンキャラで交換しておいた方がいいよっていうキャラいましたら、ぜひぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。あと皆さんね、好きなウルトラマンコラボのキャラの、ウルトラマンシリーズとか聞かせてくださると嬉しいです。はい。それでは、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ぜひ動画の感想や評価もよろしくお願いします。はい。それではね、今回の相手は私、ゆうでした。じゃあ、バイバイ。